こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は小さい頃にアリの観察をしたことはあるか？あるある。地面に開いた穴をひっきりなしに出入りするアリ、頑張っているなーって思っていたよ。何かを加えて運んでいくアリなんかもいるよね。虫とかの死骸を多くのアリが取り囲み、協力して巣まで持ち帰るところを見たこともあるよ。小さい頃のあるあるだよな。このようなアリの姿を見て、どのようなイメージを持った？自分の何倍もある荷物を運んでいく力持ち、かな。あはは、そうだな。あとは童話、アリとキリギリスで書かれるような働き者のイメージも強いかもしれないぜ。そうだね、アリさんはとっても働き者だと思う。ということで今回は、そんな働きアリに注目した話をしていくぜ。ぜひ最後まで聞いて、アリに興味を持ってくれたら嬉しいんだぜ。わぁ、面白そうだね。マリサ、解説よろしくね。それではゆっくりしていってね。最初にも言ったが、アリを見たことがある人は多いと思うぜ。そうね、小さい頃にアリを追いかけて巣を探したことや、時には家の中に巣を作って駆除に困った経験のある人もいると思うわ。しかし、一口にアリと言っても、身近にいる種類だけでも実は何種類もいるのを知っているか？アリはアリじゃないの、種類なんて全然知らないよ。じゃあその種類について話していこう。まず紹介するのはクロオアリだぜ。1センチメートルほどの大きさがあるクロオアリは最も日本で一般的なアリの種類だな。よく見かけるアリだね。コンクリートのわずかな隙間に巣を作り、出入りしているところを見かけたことがあるよ。山林から都市部まで生息することができ、体も大きいのでよく目立ち、アリといえばこのクロオアリを想像する方も多いかもしれないぜ。私もこの子を想像するよ。次に紹介するのは家姫アリだぜ。小さくて茶色いアリだね。名前はあまり馴染みないけど、見かけたことはあるよ。大きさは3ミリメートルほどだぜ。屋内に巣を作って大量発生することもあるんだ。食べ物をこぼしてしばらくすると大量に群がってくることがあるよね。そう、それこそこの家姫アリなんだぜ。霊夢、ヒアリは聞いたことあるか？ああ、あるある。近年話題になったヒアリは本来日本に生息していなかった種類、つまり外来種だぜ。本来はどこに生息しているアリなのかな？本来は南米に生息していたが、船や飛行機に積まれた貨物にくっついて、オーストラリアや中国をはじめとした世界中で確認されるようになっているぜ。この子って、強力な毒を持っているんだよね。そうだ、だから他の種類のアリだけではなく人間にも攻撃をして害をなすことがあるんだぜ。刺されると重いアレルギー反応を起こすことがあってとても危険なんだ。アナフィラキシーショックってやつだね。万が一見かけても絶対に近づかないようにしよう。幸いなことにまだ一般に広く繁殖しているわけではないから必要以上に警戒することはないが、港の近くなどの繁殖している可能性がある場所では注意が必要だぜ。気をつけます。それにしても、馴染み深いアリから、最近見かけるようになった外来種のアリまで、たくさんいるんだね。今紹介した以外にも300種類ほどのアリが日本に生息しているんだぜ。そんなにいるんだ。さて、次はそんなアリの生態について見ていきたいと思うぜ。はい。アリには全世界で1万種近くもいると言われ、キノコを栽培して餌にする種や敵に襲われると自爆して仲間を守る種、他の種のアリを奴隷にして生活する種など、かなり特異的な生態を持っているものがいるんだぜ。いろいろな特徴があるんだね。そんな多様な生態の中でも日本に生息する種に見られるものや、特によく知られている生態について紹介していくぜ。まず、アリは実は分類的には蜂に近いので、針を持っている種類が多いんだ。毒で相手を攻撃することもあるわよね。霊夢は蟻酸という物質を知っているか？蟻酸？何それ、美味しいの？高校科学ではしばしば名前が登場するが、漢字では蟻酸と書き、アリはアリと読む。アリにめちゃめちゃ関わりがありそうな名前をしているね。これはアリから発見された酸性の物質で、すべての種類というわけではないが、アリを特徴づける物質の一つだぜ。でも、私アリに攻撃されたことなんて一度もないよ。まあ、日本に元からいるアリは積極的に攻撃してこない種ばかりで刺されることはまずないだろうな。しかし、ヒアリをはじめとする熱帯に住むアリに刺されると、これらは蟻酸ではなく蜂毒に近い物質を持っているためにかなり重症化することもあるぜ。さっき出てきたヒアリだね。怖い。そして、アリは一匹で生活しているのではなく、かなり高度な社会性を持って集団で暮らしていることが知られているぜ。確かにそういうイメージは強いね。アリと分類が近いと言ってた蜂も社会性の昆虫と言われているよね。そうだな、さらに、アリは分業を行っているわけだぜ。具体的にはどういう分担をしているのかな？主に産卵を行う女王アリや餌の調達と幼虫たちの子育てなど、多くの業務を担う働きアリ、
そして巣を敵から守る兵隊アリなどに分かれているぜ。私は働きたくないから女王アリになりたいな。このような社会性を持つ生き物として、シロアリやハチが挙げられるぜ。シロアリってアリじゃないの？こいつは名前も似ているし似た仲間かと思いきや、シロアリはゴキブリの仲間なんだぜ。なんと。まさに、他人の空にというわけか。ハチについては少し話しているが、女王蜂がこのような、集団生活をしているところは私たちもしばしば目にする機会があると思うぜ。うんうん、自分の体よりもずっと大きな虫や小動物の死骸を、複数のアリが協力して運んでいるところなんかは、なんともアリらしい行動だなって思うよ。こういう大きな餌を見つけると、一人で持ち帰ることはできないから巣から仲間を呼ぶのよね。そしてみんなで協力して運んでいくのはちょっと可愛い。小さな餌であれば一匹で持ち帰るが、それを独り占めすることはなく、巣の仲間に分け与えるという行動が知られているぜ。種全体のためには自分一人で生き残るより、巣全体で生き残っていく方が良いという意識が強いんだろうね。とても賢い生き物だね。アリの餌に関する話題が出たが、アリはどんなものを食べていると思うか？なんだか甘いものに群がっているイメージがあるよ。実は甘いもの、つまり自然界では蜜を刺すんだが、これを好むアリは全体の 10% 弱と言われているんだぜ。そんなに好きじゃないの？アブラムシを守る代わりに蜜を受け取るという共生関係は、教科書で紹介されていたこともあるので知っているかもしれないが、アリの中では、甘党は少数派なんだぜ。私とは気が合わなさそうだね。じゃあ大多数のアリたちは何を食べて生きているのかな？日本にいるアリの多くは雑食で、他の虫などを食べているぜ。南部に住むハキリアリという種類は名前の通り葉っぱを切って運ぶ性質があるようだな。葉っぱ？そのまま食べているのかな？そのまま食べていることもあるが、この葉っぱを培地にして、キノコを栽培し、それを餌にしているんだぜ。キノコ？キノコといっても、私たちが普段食べているようなキノコではなく、菌糸が伸びているだけの白っぽいカビのような見た目だ。すごいわね。ちなみに手入れがされなくなるなどの条件によってはキノコが育ってしまうようだが、そうならないように栽培をしているみたいだぜ。キノコができると何か不都合があるのかな？その辺については詳しいことは未だによくわかっていないようだぜ。それにしても人間以外の動物が、それも昆虫のアリが立派な農耕を行っているというのはとても興味深いわね。さて、さっき紹介したような、女王アリや働きアリといった種類分けはどのように、いつ決められるのか。ハチではロイヤルゼリーという特別な餌を与えられることで女王蜂になることが知られているよね。アリの場合でも、幼虫の段階で与えられた餌などによって、決まっていると考えられているがはっきりとしたことはまだわかっていないんだぜ。そうなんだね。さらに驚くべきことに、新しく生まれたアリのほとんどは、メスなんだ。新たに繁殖するために最低限のオスだけが生まれる以外、女王アリはもちろん、働きアリも含めて私たちが普段目にするアリはメスばかりということなんだぜ。すごい。じゃあ私がいつも見ている働きアリはメスばかりなんだね。繁殖するときは新しく女王アリになるメスのアリとオスのアリがそれぞれ羽を持ち、複数の巣から一斉に飛び立って交尾をすることが知られているぜ。これは結婚飛行と呼ばれているようだぞ。わぁ、なんだかロマンチックな響きだね。この結婚飛行の後、メスは地上で羽を失って巣を作り始めるぜ。これが新たなアリの巣の始まりというわけね。ねえマリサ、オスはどこに行ったの？オスは無事メスに出会って交尾した個体も、出会えなかった個体も、どちらも新しい巣に入ることなく、他の生き物に食べられるか力尽きるかして死んでしまうぜ。そんなぁ、メスは数年単位の寿命を持ち、女王アリは特に20年近く生きることも珍しくない中でオスの寿命は数週間なんだ。オスにはとっても厳しい世界だってことがわかったよ。アリの世界に生まれなくてよかったと胸をなで下ろしている男性もいるでしょうね。さっき何回か登場したが、社会性を持つアリの一役職、働きアリだが、私たちが普段一般に道端で見かけるアリはこの働きアリたちだぜ。餌の調達や、幼虫とサナギの世話、巣作り及び巣の清掃。そしてアリの種類によっては巣や仲間の防衛まで行う万能選手だと思うよ。霊夢、小さい頃にアリの巣の入り口を砂で埋めるなんていう意地悪をしたことはないか？あります。ごめんなさい。そんな時でも、働きアリが巣の中に入った砂をせっせと外に運び出し、またしばらくすると元の巣の状態に戻すことができるんだぜ。すごいね、私の罪悪感が一気に晴れたよ。まあいくら戻せるとは言っても、故意にアリの巣を埋めるようなことはしてはいけないぜ。はい、ごめんなさい。さて、働きアリと聞くと、なんだかオスがやっているようなイメージがあるが、アリのオスは繁殖期にしか現れないのでこれら働きアリはすべてメスだ。さっき言ってたよね。このメスたちは生殖はできないのかな？
実は女王アリが出すフェロモンの働きによって、生殖はできないような体の作りになっているんだぜ。超すご。働きアリの中にも巣の中で作業をする役割の個体と、巣の外で餌などを探す役割の個体に分かれているぜ。どのくらいの割合で役割分担されているんだろう。巣の中で作業するのが大多数で、餌を探す役割のアリは全体の 3% しかいないとも言われているぜ。そんなに少ないんだ。なんでこういう分け方をしているのかな。これは適当に割り振られているのではなく、年齢が上がれば上がるほどいわゆる、外回りの仕事をするように、変化していっているということが研究によりわかっているぜ。へえ、つまり、若いアリは巣の中で、年を取ると外で仕事をすることになるわけか。巣の外で仕事をする方が食べられたり傷ついたりといった、危険性と隣り合わせであることは明白だよな。そうよね、それまで長年仲間に対して貢献してきても、年を取れば危険な仕事に従事させられるなんて、アリは人間社会以上に無慈悲で厳しい社会を生きているのね。タイトルにもあるように、今回は働きアリについてクローズアップしているが、その他の役職があるアリについてもう少し話していこう。どんなアリがいるのかな。まずは女王アリだぜ。忘れちゃいけない女王アリ。働きアリの寿命が1から2年、オスのアリの寿命が数日と言われている中で、女王アリは10から20年も生きると言われていて、記録によれば30年近く生きた個体もいるらしいぜ。すごい長生きだ。また、働きアリなどと比べるとずっと大きく、一目で女王アリだとわかる。でも、表に出てくることは結婚飛行の時以外はないんだよね。私たちが見かけることはほとんどないじゃない。その通り、そんなレアキャラ、女王アリの仕事は産卵のみだぜ。結婚飛行の時にオスと交尾をするが、その時に一生分の精子を受け取るんだ。じゃあ、一生における交尾はこの時の一回だけ？そうだ、その後20年近くもその精子を使って卵を産み続けるんだぜ。一般的に動物の精子は寿命が短く、長くて数日と言われているけど、アリの精子がここまで長生きする理由についてはわかっているのかな？研究が進められているが、未だにはっきりとしたことはわかっていないようだぜ。不思議だね。交尾の後は結婚飛行の時に用いた羽を落とし、地面に巣を作る。その巣には女王アリが基本的には1匹だけいるの？ああ、正しき色尻上げアリなどの一部の種類では、何匹かの女王アリが協力して巣作りをすることもあるみたいだぜ。そのごく少数の女王アリだけが巣の奥で産卵し続けて、巣に住むアリの数を増やしていくんだ。じゃあ、巣に住むアリはみんな女王アリとは親子関係にあって、働きアリ同士は、巣にはメスしか基本的にいないだろうから姉妹関係にあるというわけか。稀に、女王アリがいるのにもかかわらず働きアリが産卵してしまうことがあるが、その卵は他のアリたちの餌にされてしまうぜ。何それ、怖すぎる習性だよ。それぞれが役割を持つ社会性が強いアリ社会では仕方のないことなんだろう。産卵は女王アリだけの、専売特許と言えるぜ。女王アリは、女王という名前はついているけど巣全体を取り仕切っているわけではないの？女王アリが各アリに命令を出しているわけではなく、それぞれのアリが自発的に行動した結果このような分業が生まれているので、例えば何らかの理由ですから女王アリがいなくなってもすぐに巣が消滅したりすることはないぜ。じゃあ実際に女王アリがいなくなったら、その巣はどうなるのかしら。アリの種類にもよるが、普段は女王アリが出すフェロモンによって生殖が制限されている働きアリたちも、フェロモンを受け取らなくなることで産卵できるようになることがあるぜ。ほえ、フェロモンの影響ってすごいね。ただし、交尾を行っていないので精子を持たないから、無精卵しか産むことができないけどな。この無精卵からはオスしか生まれないので外の世界で、他の女王アリと交尾してくれるのを待つことになるぜ。なるほどねー。このようにして世代交代が進んでいくんだね。また、2021年5月に多摩動物公園にあったハキリアリの巣で女王アリが死亡した後、巣がどのような変遷をたどっていくのかが展示されていたことがあったぜ。どうなったのかしら。女王が死亡した後、しばらくはそのまま巣を維持するために、それぞれの仕事をし続けていたそうだ。しかしさっき紹介したアリの場合と異なり、働きアリが新たなオスのアリを産卵することはなく、巣を構成していたそれぞれの個体が寿命を迎えて徐々に巣全体が縮小していったそうだぜ。女王アリは巣にとってかけがえのない存在ってことがわかるね。泣けてきたよ。また兵隊アリと呼ばれる役職がある種類もいるぜ。働きアリの一種だが、頭と顎が特に発達していて、巣を守るために敵と戦うことを専門にしているぜ。門番さんだね。他にも種類によって様々な役職があり、それぞれの仕事をしているんだぜ。けなげなアリさん。長生きしてね。最初に話したように、アリといえば、アリとキリギリスで描かれたように、勤勉に働くというイメージがあるよな。キリギリスが怠惰かどうかはわからないけどね。
しかし、そんな働きアリの中でも働いていないアリがいるということが、近年の研究によって明らかになっているんだぜ。え、何それ、サボり。通称、働きアリの法則と呼ばれる事象があるんだ。今でも研究が進められていて、262という、2割は常に勤勉で、6割はある程度きちんと働く、残りの2割は働いていない法則と考える研究者がいるんだぜ。どちらにせよ、いつも働いてばかりに思える働きアリのうち、相当割合がサボっているということが知られているのね。じゃあ、この働きアリのうち、働いていない2割を除いた集団にしたらみんな真面目に働くんじゃない？確かにこうすると、すべてのアリがきちんと働く状態になりそうだよな。そしたらみんなハッピーじゃない。しかし、それでもさらにそのうちの2割は働かなくなってしまうんだ。え？そんなことあるの？じゃあ、反対に、もともと働いていなかったアリだけのグループにしたらどうなるかな？誰も働かなくて作業が滞ってしまうように思うかもしれないが、今度は先ほどまで働いていなかったアリが働き始め、結局働いていない個体が全体の2割ほどに落ち着くという実験結果が出ているんだぜ。面白いわね。ちなみに、どのアリが勤勉で、どのアリがサボりやすいかというのは仕事への反応度合いの個体差で、年齢などは関係がないということが近年の研究でわかっているぜ。人間にも同じことが言えそうだね。働きアリの法則で紹介したように、すべての働きアリが勤勉に働き続けているというわけではなく、常に一定数のアリが働いていない状態で存在しているんだ。条件を変化させても結局働きアリの2割は仕事をしていないという結果になるのは、何か意味があるのかな。普通に考えると、全員で常に全力で働いた方が仕事は早く進んでいくだろうから良さそうに思うんだけど。そうだよな。しかし、アリの体力は私たちと同じで有限だ。時には休憩や食事が必要になるだろう。あ、そっか。すべてのアリが一斉に働いて一斉に休憩し始めたら、仕事が全く進まない瞬間ができてしまうわけか。そうだ、その間に、巣にもしものことがあったら、幼虫の世話をやめてしまったら、と思うとどうだ？もしこのような生態であれば全滅してしまう可能性だってあるわけだもんね。それじゃあ常に2割が休んでいる状態だとすればどうだ？フルパワーではないものの、常に8割の力を維持して出力しているといったところよね。この時、もし何かあっても休んでいる2割を、いつでも投入できるというある種の、余裕があるんだね。そういうことだ。このように長期的に見ると、休んでいるアリがいた方が巣の存続につながるし、効率も良いんだぜ。常にがむしゃらに働くことだけが良いわけじゃないもんね。勉強になるわ。常に8割程度の出力で群れとしての仕事をする働きアリ。こんな働きアリに倣って人間の仕事効率を上げていくことを研究している人もいるぜ。ふむふむ、検索をすると関連する書籍やウェブサイトもたくさん出てくるわね。アリと人は全く違う生き物だが、この、働きアリの法則は人間にも適用できると考えられているからだ。確かに、他の人がちゃんと働いているなら自分は少し手を抜いていいか。誰もやる人がいないなら自分が働かなくてはならないという思考になることが、正しいかどうかは別として実感するのは理解できるよ。つまり、集団の中でサボってしまう人がいることは、自然の摂理からもある程度仕方がないという結論になるわけだが、決して仕事をしていないことを容認するものではない。まあ、アリにそのような感情があるかはわからないが、少なくとも人間社会では、仕事はしないのに恩恵だけ受けていてずるい。自分は頑張っているから休んでいないで仕事を手伝ってほしいのように、集団生活では貧縮を買いかねないから、視聴者の皆さんはぜひ働く8割に入ってくれよな。もちろん、しんどい時に休むことはとても大切だよ。さて、ここまでアリの生態と、働きアリの法則について紹介してきたが、霊夢は話を聞いてどう思ったか？私たちにとって身近な昆虫、アリだけど、今回初めて知った生態も多かったよ。働きアリイコール勤勉というイメージそのものが覆されたし、働きアリの法則は私たちにも通じるところがあって面白かった。そうだよな。そしてこれだけ身近にもかかわらず、まだ明らかになっていない生態があるし、そもそも、働きアリの法則で、1割でも3割でもなく、なぜどんな集団でも2割がサボるのか、などもまだわかっていない。これだけ科学技術が進歩した現代でも、アリだけでなく、生物については私たち人間のことも含めて、未だに知られていないことが数多く残されているもんね。今回の話を聞いて、そういったことが面白いと興味を持ってもらえたら嬉しいんだぜ。ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいんだぜ。よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。